確実にスペースポリスだろうって思うものを選んだので、もうこれ間違いなくスペースポリスが入ってます。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴミルだ。ひろゆだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらレゴミニフィグ21のリベンジになります。前回の動画で5つ開けて欲しかったスペースポリスとケンタウロスが出ませんでした。はい、今回は徳島のトイザラスで5つ買ってきましたので一気に開けます。はい、それでは開けます。あ、ちなみに今回こちらのミニフィグは全部サーチで買いました。ちなみに5つのうち2つがケンタウロスで2つがスペースポリスで、残りの1個は適当に選びました。今回の動画でこちらのスペースポリスとケンタウロスを当てたいです。ではまずはこちらを開けます。ちなみにこれが5つの袋の中で一番パンパンに入っているもので、中にケンタウロスが入ってると思います。もしかしてケンタウロスじゃなくてドルフィンだったりしてまあそれもありえるんですけど、僕はもうすごい慎重に選んだんで絶対にこれはケンタウロスだと思います。では開けます。では行きます、せーの、よっと、はい、おーやった。はい、一つ目はケンタウロスが出ました。いや、これは嬉しい。では二つ目開けます。ちなみにこれも中がパンパンに入ってます。では行きます、せーの、よっと、あ、これはあれだ、パイロットガールだ。はい、二つ目はパイロットガールが出ました。はい、では三つ目開けます。ちなみにこれが多分スペースポリスだと思います。今回のミニフィグ21でバイザーついているのがスペースポリスだけなので、もう間違いないと思います。では開けます。では行きます、せーの、よっと、あーはー、これはアステカの戦士だ。はい、3つ目はアステカの戦士が出ました。あ、そういえば1個は適当に選びましたって言ってたんで、まさか適当に選んだ1個がアステカの戦士だとは思いませんでした。では4つ目開けます。多分4つ目か5つ目のどちらかがスペースポリスだと思います。では行きます、せーの、よっと、うん、あー違う、養蜂家だ。ちょっと待って、前回出たパイロットガールとアステカの選手と養蜂家がダブったので、なんかまずい予感がするなはい、4つ目は養蜂家が出ました。はい、では最後5つ目開けます。確実にスペースポリスだろうって思うものを選んだので、もうこれ間違いなくスペースポリスが入ってます。いや、これで入ってなかったらもうやばいですねでは5つ目開けます。では行きます、せーの、デッド、お、おー、やったー、スペースポリスだ、やったー。いや、もうサーチしてもう本当に良かった。はい、5つ目はスペースポリスが出ました。はい、5つ開封した結果がこちらになります。出た順でケンタウロス、パイロットガール、アステカの戦士、養蜂家、スペースポリスです。いや、もう欲しかった2つが一気に出たのでめちゃくちゃ嬉しかったです。で、あとは2、3、4番目がまさか前回当てたものでめちゃくちゃびっくりしてます。はいでは今からこちらのケンタウロスとスペースポリスを組み立てます。今回も早く組み終わるので、いつものカット編集なしで組み立てます。いや、すごい嬉しい。もう説明書見るまでもなく組み立てれます。しまった、顔入れる前にいや入れないと。あ、これ硬い。あ、いて、うわ、硬っ、硬っ、え、これ硬いえ、ちょっと待って、これすごい硬い。あー、いてててて、うわー。はい、格闘すること10分、やっと外せれました。ちなみにお湯に1分間つけて、その後頭部を思いっきり回したら外れました。いや、もう本当に焦りました。もしこれで取れなかったら、もう本当やばかったです。はい。矢を入れて、そして頭部をつけると。あ、これ矢があるので、頭部入らないな。弓を持たせて、そして、弓を持たせれば。はい、ケンタウロスが完成しました。うわぁ、これはかっこいいな。はい、ぐるっと見回すと、こんな感じです。後ろに座らせる突起がありますので、ステカの戦士を乗せることができます。ああ、これはこれで結構かっこいいな。そしてケンタウロスの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。ちなみに弓矢なんですけど背負えることができます。ただ背負えますけど、ここの頭部パーツがちょっと斜めになっちゃうのと、あとこれ
ちょっと外せば取れちゃうので、まあ弓矢を背負うのはあんまりおすすめしないかな。はい、ケンタウロスはこんな感じです。これ後ろの組み立て説明書があるんですけど、このスペースポリスだけもうめちゃくちゃパーツがあります。後ろに背負ってるのはビームガンと、あとこれなんだろう、パトライトかライトセーバーかな。いやー、これだったらかっこいいな。ではスペースポリスを組み立てます。あー、しまった、またつけるの忘れちゃった。アーマーセットして、ドームをつけて、でヘルメットパーツをつけて、そしてバイザーをつける。クリアレッドのバイザーめっちゃかっこいい。はい、とりあえずスペースポリスが完成しました。いやー、スペースポリス超かっこいい。いや、すごい。とりあえず付属するパーツも組みます。とりあえず背中にビームガンとパトライトと、あと右手にフェゾーと、そして左手にこの盾を持たせれば。はい、完成、スペースポリスです。はい、では改めて全体はこのようになってます。そしてこのスペースポリス、武器パーツすごい豊富にあります。はい、バイザーを外すとこんな感じです。ちなみにこちらのスペースポリスはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。そして武装パーツが結構ありますので、例えば背中のビームガンをこんな感じで持たせたり、であとはパトランプのパーツがもう一個ついてきますので、このように取り付けることもできます。おー、スペースポリスやっぱ超かっこいいです。で、あとはこのパーツを取ってライトセーバーのクリアパーツに付け替えれば、おお、かっこいい。はい、ライトセーバーを持たせるとこんな感じです。なんかスターウォーズの新しいジェダイの戦士みたいな感じで、すごいかっこいいです。ちなみに鎧パーツを外した状態はこのようになってます。このプリントパーツもかなり凝ってて、僕は結構好きです。はい、ということで今回出た5つを並べるとこんな感じです。今回全部サーチで買ったんですけど、やっぱスペースポリスとケンタウロスは超かっこいいです。ちなみにミニフィグ21なんですけど、まだ持っていないのが2番と3番と4番と、であとは11番と12番です。とりあえずミニフィグ21に関してはケンタウロスとスペースポリスが出たので、まあいいかな。はい、ではここから僕がどうしてもやりたかったことを今やります。それは何かというと、はい、こちらのサイバードローンとサイバースクーターにスペースポリスを乗せます。いやー、もうこれをずっと待ってました。ではまずはこのサイバードローンに乗せます。これヘルメットパーツとかがあると乗せられないのがちょっとネックなんですよね。おお、はい、乗せてみるとこんな感じです。あー、やっぱかっこいいな。じゃあ次はこちらのサイバースクーターに乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。おお、いやー、これ当たってよかった。はい、このままビームガンを持たせて乗せることもできます。いや、もう今回の結果はとても良かったです。はい、レゴミニフィグ21のリベンジはこんな感じです。はい、ということでレゴミニフィグ21を開封して、見事ケンタウロスとスペースポリスが出ました。今回全部サーチして買ったんですけど、まさか5つサーチして3つが持ってるものだと思いませんでした。いや、僕は今回の結果でこの2体が出たのがもう本当に嬉しかったです。これコメントでいただいたんですけど、スペースポリスはなんか復刻仕様のミニフィグらしいので、これは当ててすごく嬉しかったです。で、レゴミニフィグ21なんですけど、今後はまあ買わないですね。もう欲しいミニフィグが出ちゃったので。ただトイザラスでレゴミニフィグのセールがあった時にもし出たら買おうと思います。今回の開封結果はとても良かったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。